イェッペ・オーケアはデンマークの文筆家、ジャーナリスト。デンマークのユトランド北部にあるカンソンフリで生まれた。8人兄弟であり、貧しい農家の出であった。父はデンマークの党ベンスタの支持者である。農村部で育ち、幼い頃から家業を熱心に手伝っていたが、やがて地元の学校に通う。ほどなくして、スタバイのホルケホイスコーレーで学ぶ。その後、 首都コペンハーゲンに移り、教員を目指して、ブラーガード高等師範学校で勉学を続けた。この頃に、政治家のブスクやフルプ、学者ブランデスに感化された。故郷に帰還して、農作業や、そしてまたホルケホイス高齢で抗議した。後に、デンマーク社会民主党に入党した。再びコペンハーゲンに戻って、教員として、ジャーナリストとして活躍する。ユトランド運動に参加。 1893年に、マリー・ブレゲンダルと出会い婚約した。1930年に死去。時期を前後して、フォークロアを専門としたジャーナルに関わり、以後数年にわたって、ユトランドの伝承や民謡、アレゴリなどの収集に努めた。1886年に、それらユトランドのフォークロアをまとめた著書を発表して、評判を呼ぶ。1923年に、 ユトランドの伝承の完全版を刊行した。さらに詩集や小説といった様々な作品を発表。生涯にわたって作風は、京都ユトランドの風土や農村に根差したものであり、主に農民の生活に焦点を当てた。ありがとうございます。